どうもボイです。ということで今回はめちゃめちゃ久しぶりに、スニーカーズでスニーカーを購入できたので、こちらを今回、紹介していこうかなと思います。でまず今回購入した、スニーカーの箱なんですけれども、こういうカラーのスニーカーの箱に入っていて、まあ、多分ねこのデザインとか見たら、スニーカー好きな人であればねある程度何のモデル購入したか、想像つくかなと思うんですけれども、こちらのスニーカー今回ゆるくね、紹介していこうかなと思います。でまずねこちらのスニーカーボックス開けてもらうと、こういう紙が入っていて、でこの紙をね開けてもらうと、さらにこういう紙に包まれてます。でちょっとね外していくんですけれども、でこちらの紙を外していただくと出てくるのが、こちら堺とナイキのコラボの LD ワッフルになります。はい、ということで今回購入したのが、こちらの堺とナイキのコラボの LD ワッフルなんですけれども、まあ、ちょっとねこのタイミングでゲットできると思ってなかったので正直めちゃめちゃびっくりしたんですけれども、それ以上にびっくりしたのが実はね今回初めて、スニーカーズから特別オファーが、来ました。で今回ね特別オファーが来たのが、12月4日と5日の、2日間にかけて、特別オファーが来たんですけれども、その特別オファーの内容が、こちらの LD ワッフルと、あともう一つがブレーザーが、特別オファーの対象だったんですけれども、その特別オファーも人によって今回、来たカラーリングとモデルがそれぞれ違っていて、で自分のところに来たのが、こちらの、LD ワッフルのブラックが、特別オファーとして来たんですけれども、で人によってはねこちらの LD ワッフルのさつまいものカラーリングとか、あとはホワイトのカラーとか、あとはブレーザーであれば、青のカラーリングとかブラックとか、人によってねオファー内容が本当に違ってたんですけれども、まあ、中にはねLD ワッフルの先行発売で発売されていた、黄緑とか、青色のカラーリングも、オファー内容としてあったみたいです。で今回ねオファーが来たのが12月5日の昼の12時ぴったりに、オファーが来たんですけれども、ただね自分が気づいたのが大体20分後ぐらいで、通常であればね20分だったらスニーカーって売り切れてしまうので購入はできないんですけれども、ただね今回は全然20分経ってもサイズが余っていて、しかもねマイサイズも全然余ってたし、あとはねサイズによっては全然リストックも、繰り返してサイズが復活してたので購入できるかなと思ったんですけど、ただね決済でずっとエラーが出ていて弾かれて全然購入できなくて、でいつも通りねスニーカーズ購入できないなと思って一回ねちょっと諦めたんですけれども、やっぱりちょっと諦めきれなくて、20分後ぐらいに再び挑戦したんですけど、そこでもねちょっとエラーが十何回ぐらいエラーが入っていて全然購入できなかったんですけれども、一回だけねちょっとサイズを変えて購入してみたらすんなりね決済が通って、今回購入できました。なのでねちょっとマイサイズではなくてジャストサイズで今回は、購入しました。今回はねオファーが来た方は、粘ったら購入できるなっていう感じで、中にはね1時間半ぐらい経ってから、購入できた方もいらっしゃったみたいです。とにかくね一番びっくりしたのがナイキさんめちゃめちゃ数隠し持ってるなっていうところで、そこがちょっと一番びっくりしました。やっぱりリストックするときってあんまりね足数は期待できないんですけれども、今回は全体的にリストック数はかなりあったと思います。で今回こちらのスニーカーの付属品なんですけれども、まずグレーのシューレースが一つついてきています。こちらはデフォルトでついてきているシューレースが白と黒の2色のシューレースがデフォルトでついています。であとは国内の正規品なので今回も黒タグがついてきています。で今回ねこの黒タグに関しては上からなんか紙が貼ってあって、その上から記載がされています。ちなみにこの LD ワッフルのブラックといえば、よく履いているのが、サッカーの世界最強の、センターバックと言われている、ファン・ダイク選手がね、よくこちらのブラックのカラーリングを、移動中に履いていたりとか、あとはね芸人の千鳥のノブさんとかも、こちらのカラーリング、履いていて、確かねアメトークの、ビッシュ大好き芸人で、こちらのスニーカーもね、履いてたかなと思います。まあ、ちなみに自分もねビッシュとか、ギャンパレは結構大好きです。で今年の5月に、こちらの黄緑のカラーリングを、スニーカーズで購入できたんですけれども、今年のねこのモデルと、後に出たこの黒のカラーリングはタグのね表記がまた変わっていて、
確か9月ぐらいに、ナイキがね、RFID の、導入をしたということで、タグがね、スニーカーのタグが変わったんですけど、この黄緑の、カラーリングについては、まだその RFID が、未対応だったので、タグがね、一つ前の、表記になっています。こんな感じで比べてみると、最初に出たね、この黄緑のカラーリングの方には、RFID のタグがついていないので、バーコードとかも、ついてないです。で、記載の感じもね、若干変わって、記載されています。で、こちらについては箱だけではなくて、スニーカー自体のタグについても、新しくなっています。こちらもね、同様で、バーコードが新しくついていて、タグのね、記載が変わっています。で、こちらのスニーカーの LD ワッフルの一番の特徴としては、やっぱり2つのモデルをドッキングしてるということで、こちらのスニーカーはね、2つのモデル、デイブレイクと、LDV、2つのモデルを、合体して作られています。なので、ところどころね、デザインとしては、二重で表現されています。なので、例えばね、こちらのシューレースが2つ、シューレースを通していて、二重になっていたりとか、シューホールも、二重になっています。そしてシューター部分も、今回ね、二重になって、作られていて、そしてスーシュもね、重ね張りされてるんですけれども、こんな感じで、二重になって作られています。そしてミッドソールも、二重になってるんですけれども、今回ミッドソールはね、このヒール部分がすごい、出っ張ってるのが、特徴的な、スニーカーになっています。やっぱりね、すべて二重でデザインされてるっていうのが、本当に新しい発想で、このスニーカーが出た時に、めちゃめちゃ衝撃を受けたんですけれども、このスニーカーが出てからね、他のスニーカー、例えばジョーダン1とかでも、シューレースをね、二重に通す人が結構いらっしゃって、このスニーカーから影響を受けた方もね、結構多いんじゃないかなとは思います。で、今回ね、こちらのスニーカーのアッパーが、メッシュ素材を使用していて、結構スケスケな感じなんですけれども、こちらね、元ネタとなっている LDV というスニーカーが、もともとね、メッシュ素材を使用してるんですけれども、元ネタの LDV よりこのスケスケ感はすごい高くなっていて、ソックスとか履いた時に透けて見えるぐらい、このスケスケ感は高くなっています。なのでね、さすがに特に北海道とかだと、もうかなり寒いので、このスケスケな感じは、もうこの時期はね、履けないんですけれども、夏とかはね、かなり、活躍する一足かなと思います。そして、つま先と、シューホール、ヒール部分については、今回スウェードとヌバックを使用してるんですけれども、こちらはね、素材が、カラーによって反対になっていたりとか、結構ね、細かい部分も、見ていると、すごいね、凝って作られています。そして、シューター部分も、二重になってデザインされてるんですけれども、こちらね、二つともデザインが違っていたりとか、あとね、このヒール部分に記載されている、ナイキとサカイのロゴが、合体して表記されていたりとか、こちらはね、インソール部分も、同じく、合体して表記されています。で、そしてソールは、今回ワッフルソールを、使用しています。まあ、全体的な作りは、こんな感じなんですけれども、今回スニーカーズで購入できたのが、本当に久々で、前回購入できたのが、こちらの LD ワッフル以来だったので、実にスニーカーズ当たったのが本当に半年ぶりぐらいに、購入することができました、まあ、しかもね今回特別オファーも、初めて来て、今回購入できたものなので、まあ、そういった意味でもね本当に、大事にちょっと履いていこうかなと思います、まあ、今年それこそねこの LD ワッフルは多分夏めちゃめちゃ履いて1番か2番目ぐらいにこちらのスニーカーをね履きました。特にやっぱりねこのデザイン性が本当に自分的にはすごい好きなのと、あとやっぱりこのメッシュの感じもね夏はぴったりで、夏本当にこれ履きましたね。ただやっぱりねいつものスニーカーの感覚で履いてるとこのミッドソールが少し出っ張ってるので階段とかでちょっとぶつけやすいっていうのと、あとねこのミッドソールが少し、ザラザラした素材なのでちょっと汚れとかつくと、まあ、取れにくい感じはあるかなと思うので、その辺はちょっと、注意が必要かなとは思います。まあ、個人的には LD ワッフルめちゃめちゃおすすめです。まあ、来年もね、すでに、LD ワッフルのリークも上がっていて、来年はなんかね、素材の感じが、変わるみたいなんですけれども、来年も出るみたいなので、堺は、注目のスニーカーかなと思います。11月からスニーカーのリリースラッシュが、かなりたくさんあって、自分もね、かなり欲しいスニーカーはあったんですけれども、
一足もね、ちょっと11月は、購入することができなかったので、本当に今回久々に、スニーカーを購入することができました。で、12月はね、あと残り2足、購入できたので、またね、次、紹介していこうかなと思います。ということで今回紹介したのが、こちらの堺とナイキの LD ワッフルの、ブラックでした。ということで今日の動画は以上となります。良ければチャンネル登録と、高評価もよろしくお願いいたします。では本日もご視聴ありがとうございました。